大英特力店は、かつて株式会社大英が、福岡県北九州市小倉南区で運営していた店舗で、北九州地域では、初の郊外型ショッピングセンターだった。北九州市小倉南区特力とその周辺では、日本住宅公団によって、大規模な住宅団地が造成されたことをきっかけに、急激に都市化が進み人口も増加した。しかし、 商業施設は昔ながらの商店や食品を主体としたスーパーが中心であった。そこでまず日医によって1979年、やや高台の部分に日医特力店が開業。その翌年、農型市の複合企業、他に渡ると出店テナントによって結成された組合により、ユニードを各テナントにセブンアップ飲料北部九州の本社工場跡にオープンした。 ショッピングセンターとしての名称は、当時のユニードの同詞店舗の事例に習い、特力やピロスとした。その後、ユニードと大英の段階的統合によりロゴデザインが大英のものに変わり、完全合併によって、店名も大英となった。これを機に、専門店部分は独立し、独自のロゴマークを導入、要望により、特力やピロス専門店街のまま続いた。 ダイエートサティは場所が休み分けを図りつつ猛烈な販売競争を繰り広げてきた。しかし、ダイエイ自体の経営不振により両店は同じイオングループとなったこと、小倉南区東部の大型商業施設に加え、同じ会社内で最初からダイエイとして開店した白の店などとの競合にさらされたこともあり、売り上げの落ち込みは止まらず、さらには屋上が 駐車場だったことも重なり建物自体の老朽化も顕著になった。このため、谷渡るや大英、組合などは建て替えを前提として閉店することを決断し、2009年2月末で閉店した。その後解体され、さらちになった。2009年5月13日付で一旦開発予告標識が設置されていたが、その後2年以上建設が始まらない状態が続いていた。 2012年10月25日、サンリブを各テナントとした、新たなショッピングセンター、サンリブモーリツネが、谷渡るをデベロッパーとして開業した。アピロスに入っていた多くのテナントは退店、または移転したが、化粧品店、生花店、生肉店の3店がまた見せしている。なお、ミスタードーナツとヒヨコについては、改めて新規店舗としての出店となった。ありがとうございます。